Hello there, and welcome back to the Caligula Effect 2. Takashi Aida has suddenly quit his position, and apparently no one knows why. Head over to Ekinaka Plaza at Okitama Station to find out his reasons. Revelation. I do not have that. Emo ass bastard wouldn't give it up. I'd say I'm keeping it up as long as they give me quests. Please. With good rewards. Key points are great rewards. あのさ、いや、いいから。それ以上言わなくても俺にはわかるから。その隠してもにじみ出るレベルの高さ、やっぱここは電話番号を交換してお互いの理解を深め合うべきじゃね。絶対嫌。あいつ懲りないな。あ、先輩、私用があるからこの人引き取って。それじゃあさようなら。じゃあ、おーい、いや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 、今のは違うだろう。ノーカンノーカン。知り合いに見られて照れちゃう。てかたまんねえなー。かわかる。普段ツンとした自分を演じてるから恋愛で見られる自分を見るのが怖いんだな。ここは遅れて追いかけるシーンだな。後輩は当然手伝ってくれるよな。あれ、こんなところで何してんだ。お、のとぎんちゃん、いいところに来たね。嫌な予感しかしないんですけど。何ですか。
ここで会ったが100年目、先輩思いの後輩として俺と彼女の運命に協力すべき事案が発生中。あの、帰っていいすか。いいわけねえだろ、大魔王からは逃げられねえんだよ。そろそろ教室戻ろうぜ。うっそ、お前らチャイムの奴隷かよ、つまんねえ。先輩何のために学校来てるんです？何ってそりゃ、青春のために決まってんだろ。いつまでもあると思うなよ、青春。ってわけで俺は新たな運命のために旅立つ。じゃあな。テンション高っ。本当にあいつは懲りないな。青春ね。I guess you can say that the flower of youth blooms magnificently and brilliantly on Kobato. If only he had 8 gates and could literally teleport around while kicking and punching someone. I am, in fact. Do I actually have to fight them though? Anyway, Makiko Yanagawa is at her wit's end over two customers who keep picking fights with each other. Go break up the argument between Keisue Matsu and Hiroshi Kasai. Equip intermediary. Wait. I think I do have that. I think.Well, crap, I don't. この間はありがとうございました。あの時のお礼になりそうなこと何か思いつきました？え、私が？そうですね、こういうこと本来は私自身が考えた方がいいんでしょうけど、あなたのことをあまり知らないので、心から喜んでもらうには申告してもらった方がいいかなって思ったんですけど。もっと仲良く、そうできたら嬉しいかもです。じゃあ私から改めて、よかったら仲良くしてください。こういう性格のせいか、砕けた話ができる相手がいなくて嬉しいです。よろしくお願いします。
ごめんなさい、気づかなかった。起きんかーい。しー、キーちゃん、そっとしといてあげて。やれやれ、やっと起きたか。おはよう部長ちゃん。起こしちゃってごめんね。寝るなら家に帰るぞ。電車を動かすにもリソースってもんが必要なんだぞ。リソース？なんだ、電車が動きっぱなしだとキーもちょっと疲れるってことだ。え、そうだったの？じゃあすぐに帰らなきゃ。嫌だった？ごめんね。でも首悪くしちゃうから。首大事だよ。私も首悪くしてた時期があって、頭痛で大変だったんだから。それより部長ちゃん、無理しちゃダメよ。現実に帰るのはもちろんだけど、あなたの健康と安全が第一。平気平気、そこはキーが保証する。本当の本当？もちろん本当の本当だ。信用しろ。半身にもしものことがあればキーが困る。そうね、そうだった。それなら心配いらないわね。でも本当に気をつけてね。命よりも大事なものなんて一つもないんだから。ササラってなんでそんなに優しいんだ。あまり怒りもしないよな。そうだな。誰だって誰かにとって父で母で子供だって、そう思うだけで全部が許せるじゃない。生まれてきただけで偉いと思うの。全てが愛おしく思えるわ。おお、博愛主義だ。学食へ急がないと限定の鶏生姜焼き丼がなくなってしまうぞ。おい翔太。部長も学食ですか？よければ。ちょっと待った。いキー、どうしました？読めたぞ翔太。貴様は部長にランチメニューを決めさせるつもりだろう。まったく、しかしちょうどいい。今日は自分一人で決めてみろ。そんな。翔太は戦闘にも常に迷いが見える。決断の遅れでみんなにもしものことがあったらどうする。しかし実戦で究極の選択をするのは難しい。日頃からの訓練が必要だ。今日からメニューは3秒で決めろ。これは決断する訓練だ。今日の日替わり限定ランチは鶏生姜焼き丼とヒレカツ定食。決められない。
じゃあ俺も。バカモン、自分で決めろ。そんな同じものを選んだっていいじゃないですか。それでは訓練にならんだろうが。訓練、いざという時のためのボリュームたっぷりの鶏生姜焼き丼とサクサクした衣のヒレカツ定食。いや、そんなに悩むことか。何の基準もなく優劣もルールもないものをどうやって選べと言うんです。1と2ならば比べようもある。しかしこれは数字とひらがなを比べるようなものです。計算しきれないなら勘で選べ。勘で、もしくはフィーリングだ。そういうの得意だろう人間は。ん？翔太どうした。ほど、信用できないものはありません。お前なあ、たかが昼飯ぐらいで。日替わりランチの鶏生姜焼き丼とヒレカツ定食完売だよ。有力候補が2つ消えてしまった。まあそんな落ち込むなよ。候補が少なくなって選びやすくなったじゃないかな。今日は昼飯はやめておきます。そういう日ではないということでしょう。かなりあちこち歩きましたが、町に学士の気配はありませんね。何か手がかりがあればと思ったんだがな。まあそう簡単にはいきませんよ。こういうことは諦めず地道にやるのが一番です。翔太、お前なんだか珍しく頼もしいな。言葉の割に褒められている気がしません。お前変なところ優柔不断だからな。これと決まっていればしっかりしているんだが。じゃ今日の学士の手がかりパトロールはそろそろ解散するか。ですね。駅へ向かいましょう。お、見ろ、ちょうど青信号だ。ラッキーだな。ここの信号赤になると長いから。翔太、どうした、早くしろ。いえ、あの。わあ、もうお前が迷っているから点滅し始めてしまったじゃないか。すみません、俺は向こうの歩道橋を渡ります。おい翔太、ここから歩道橋？どうしてそんな遠回りを。でもさっきは普通に渡っていたじゃないか。どっちにしてもめんどくさいやつだな。やだって言ってもめげずに座るんでしょ。こっちジロジロ見てないで、自分もなんか買ってきたら。あとこのお弁当は私のだから絶対あげない。その意外って顔、人を見た目で判断してるでしょ。学食のメニューって栄養バランス適当すぎるんだもん。毎日買うとお金もかかるし、だからお弁当とマイボトル持参することにしてる。
だいたい夕飯の余り物詰めてるだけだけど。先輩もビタミン取った方がいいよ。意識して取ると肌とか髪とか全然違うから。ま、普通はそんなの気にする必要ないか。ごちそうさま。それじゃあね、先輩。あやつ、見かけによらずしっかりしてるな。部長にササラ先輩。キリコちゃんも今帰り？今日帰宅部集まらない日だよね。そうだぞ。よかった。勘違いしたかなって不安になっちゃった。あのさ、カレンダーにスケジュール入れて全員で共有しない？口約束だとうっかりしそうだし、ワイヤーのログって流れちゃうしさ。そんなことできるの？すごい。スケジュール管理できてないのすごくモヤモヤするんだよね。あ、それってやっぱりアイドルさんだったから？分刻みのスケジュールって言うもんね。それ言わないでって言ったでしょ。あ、ごめん。え、私が？まあいいけどさ。ありがとう。今後は慌てずに済みそうね。うん、なかなか名案だ。さすがはしっかり者のキリコ。しっかり者ね。どっちかというと先輩たちがしっかりしてなさすぎるんじゃない？おっしゃる通りです。あと一人。部長！あれ、俺今まで何してたんだっけ。俺も寝ぼけてたんじゃない？早く家に帰んなよ。これで一件落着。うむ、見事な連携だったぞ二人とも。帰宅部顧問として花形かい。そりゃどうも。お疲れ部長。にしても僕の攻撃をあんなうまく繋いでくれると思わなかった。びっくりした。僕部長って声かけただけなのに関与すぎじゃんね。ちょっと不謹慎かもしんないけど、さっきの僕たちかっこよかったな。まるで漫画やアニメみたいだ。しかもバディモノ熱いわ。キーの目にも息ぴったりに見えたぞ。二人はいい相棒だな。相棒？いやいやいや、相棒なんて言葉真顔で言えるのやばくね。めっちゃ照れるわ。さてと、一仕事して腹減ったな。牛丼屋でも寄ってこうぜ。はい部長。
Yeah, I think this would work out better. I'll dedicate this entire episode to just doing those Bond episodes and those few quests that I was able to find. And I'll just start on chapter 3, I think. Or is it chapter 4? Says I'm on chapter 3 right now, so I'm actually not sure if the once I go home, will that start chapter 4 or is the next chapter chapter 4? Chapter 3. Anyway, I'm starting to get confused, so thank you very much for watching. I sincerely hope you enjoyed the Caligula Effect 2. I sincerely hope you'll consider giving me a viewership again in the future sometime. And with... I sincerely hope you enjoy watching the Bond episodes. As our ending note, I bid you all fun. Bye!